はい、皆さんこんばんは。今回もね、機動戦士ガンダム連邦隊ジオンデラックス、略してレンジで、こちらをね、実況していきましょう。後悔なんてしてないぜ。はい。ということでね、宇宙のミッションは全部やっちゃったんだっけ。あれ、前のパートどうやって終わったっけ。地上のね、ミッションが4つほどあるので、これらを消化していくっていうような流れになります。でなんですけれども、どうしようかな。敵軍戦力ゼロ。なんか大事っぽいやつないですかね。あ、大事っぽいやつあるな。 G ファイターとガンダムの勉強実践ね、テスト中。どうしようかな。とりあえず簡単なのから言います。敵軍戦力ゼロ、旧市街地の敵地上部隊を攻撃します。敵を撃破してください。これいこうか。でなんですけれども、どうしようかな。陸戦であるとかね、いろんなのいるわけですね。あ、ゾックこれね、手に入れたんですよね。六角のやつね、しかも。本来緑なんですけども、カラーリングが連邦仕様になってますね。白メインのね、カラーリングになっております。そうだな、ガンダム、タンクもいいね。タンクでいこうか。で、相棒が、陸戦ガンダム。これでよくないですかね。いや、やっぱりジムで。まあ、マシンガン。はい、では行ってきまーす。よし、じゃあ行くぜ。お、マゼラアタックだ。まあ、こいつはね、弱いんで軽く打って。お、アグレッシブだね、ジム。いいぜ。やっぱタンクはね、ちょっとスピードであるとかね、そっちの面はちょっと残念なので。ここから打ち当たるかな。あー、飛んでな。当たった。弾逸れなかった今。お前か。あ、ちょっと待ってね、これカットします。すいません、調整ね、間違ってたかなと思ったんですけど、大丈夫でしたね。では続けていきます。どこだ。マゼラトップはいるんだけどね。ザクだ。よっしゃ。あ、火星だ。邪魔くさな方でも。やばい、狙われた。ボップミサイル、そしてキャノン。当たらない、痛い。マジアタック倒すか。狙えないっていうのかな。サーチできない。いや、グフ初じゃないですか、グフ。わい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 。まあ、そんな強いわけじゃないと思うんですけども、一応新型ということで。いて、なんだあいつ、ザクか。ザクは一発で倒せるはず。お前もだ。あてで一発でガードしやがった。マジアタックいた。やっつけろ。マザートップは多分ジムが倒してくれると思います。ザクだな。こっから打っても当たんないね、多分。あ、ダメだ。どうよ。うわ、くそ。ガンタック硬えな、でも。耐えるからし硬いってのはでかいですね。よし、グフだな。グフとザク。上に打てればいいんだけどな。サーチで打つのもありかな。ヒット。してない。ほら、まあできてやる。チャンス。ほら、かわして打つのが一番確実に当てる方法ですよ。シュー。あ、ごめんジム、違うんだ。うわー、よし。マゼラアタックだから終わんじゃね。終わったよ。ドペコーン。そしてマゼラトップは脱出。よし、いい調子だ。さて、まあ1個目のミッションはね、こんな感じでおしまいですね。では次行きましょう。そうだな、次は何行こうかね。また増えるかもしれないね、本当に増えるっていう。新型のモビルスーツを運んできました。あ、ありがとうございます。陸戦タイプの新型機です。有効に運用してください。陸戦型。あ、ガンダムだ。3機目か。まあ、ガンダムは多ければ多いだけいいですからね。で、このベリーハード何。敵軍戦力ゼロ、友軍ホワイトベースを支援します。あ、なんかストーリーというか原作に関係ある話なのかな。その前にですね、順番にやっていこうってことで。じゃあこれやりますか。友軍からの救援要請です。重要な輸送物資を積んだミディアが山岳地帯に不時着しました。修理が完了するまでの間、ミディアを防衛してください。まあ、ミディアが作戦エリアを離脱するまで、要は守ればいいって話ですね。で、両機出撃可能なんで、仲間と一緒にね、ミッションに挑みましょう。
今回陸戦ガンダムでいきます。そうだな、ロケランで、で相棒は、陸戦ジムのこのちょっと劣ってるやつで、まあ特にマシンガン。では行きます。よし、さっさと片付けてやるぜ言えてなかったね。さっさと片付けてやるぜ。貴重な補給物資を失うわけにはいきません。エンジンの修理が終わるまで付近の警戒をお願いします。まあ出してください。2分で終わらせろ。え、なんて言ったんだろう私と被って何言ってたか聞かなかった。当たったね。いいぞ、私はチップうん。あ、でもこいつ狙ってるな。さするか。また先だ。あぶな。ちょっとかすめだな。よし、連携プレーがうまくいけばすぐ倒せますね。ザクであれば後ろからも前からもか。当たった。あ、そう、やめろ。ミディアに当たるな、下手したら剣で。よし、優しく倒す。急ザクだ。まだ終わらないんだ。まだかかってるみたいですね。今さら急式で勝てると思ったが、うわ、お前もだ。ヒット、なる、やばい、やめろ。オッケー、よし、いいぞ。すやすみなくするな。さあ、の野郎、うまいこと立ち回りやがって。追撃が本当当たんないっていう。いや、よし、さあ、まだ終わんねえのか結構倒してるぞシュート、かわされたらと。チャンス、あぶない。クラッカーなんか当たってたまるが。よし、急ザクだな。当たれば多分一発だ。あ、ジム、お前危ねえよ当たったよね、多分。よし、注意が完了しました。わかりました、早く脱出を。よし、次だ。もうなんか熱さおる。貴重な物資を失わずに済みました。ありがとう。よし、うまくいきましたね。さあ次だ。毎回回避率は高めでもね、命中率低いからニュータイプになれないっていうね。新型のモビルスーツを運んできました。あ、さっきのミッションクリアしたからかな。ガンダムの試作機の一つです。有効に運用してください。お、あ、ガンダムだ。これは V 作戦によって開発された最新鋭のモビルスーツで、あらゆる局面に対応する万能型の設計とのことです。ありがてえ。よし、では次こちら神殿地帯ですね。G ファイターの運用テストってことで、私はガンダムで戦記する形になります。で、ザンジバルをね、撃沈すると勝利と。で、時期がやられるか、G ファイターが落とされたら負けっていうことになります。ちゃっちゃと終わらせてやるぜ。よし、ザンジバル覚悟。おお、すげえこれはすごい。ここ降りれないんだから。どうだったっけ ?G ファイターか、これは。怖い怖い怖い。動けないのかな。ずっと乗ってた方がいい感じ当たることはまずないの、このスピードで飛んでたら。ただ狙えない、これだとザンジバル、よし、チャンス、後ろ打ち、いいね、この野郎。そのバッケからのショットかっこいいな。あと何発だ。怖い怖い怖い、めっちゃ狙われてるけど当たってないね。落ちなければ大丈夫か。砲台、あ、次狙い定まった時に多分決まるんじゃないかな。下にはザクがいる。ダメだ、ザンジバルに狙い定めるね。来た、
ショット、やったぜ、ちょろいなグッバイザンジバー、なんかミサイル飛んでたぞ、誰んかのだあれよし、あ、落とされちゃった命中95、高っ、あーこれ命中 100% だったらニュータイプ評価 S 取れたね、むしろここぐらいしか取れないな、僕の腕では。新しい兵器を運んできました。お、兵器ですか。宇宙用の作業ポッドに武装を取り付けたものです。あの、ボールじゃね、すべて安上がりに数を揃えるというわけね。なるほど、ボール、いや嬉しいですよ、うん、すごく嬉しい、ね、捕獲した敵のモビルスーツを運んできました。状態は良好ですから十分使用に耐えるはずです。おお、なんだろう次は。整備修理についてはスペアパーツなども手配しますが、我が軍のモビルスーツに比べて稼働率が落ちるのはやむを得ないでしょう。戦力は常に不足しています。有効に運用してください。承知。何がもらえたんだろうね。あ、ズゴックですね。ゾックズゴックと水陸両用モビルスーツを得ることができました。そうだな、水辺で戦うときは水陸両用のね、どっちか使うってやったんですかね。では次、まだお時間の方ありますので、こちらギャロップを撃破せよ、友軍部隊とともにジオンの陸戦艇でいいのかなを攻撃します。友軍を援護し敵陸戦艇を撃破してください。任せてくれ。いい、そうですね、ギャロップ陸戦で行こうか。あ、ガンダムで行くのもいいな。え、でもそんな強くないと思うから、いや、どうしようガンダムで行っとく、とりあえず行きます。なんとかなるだろう。よし、あいつです。あの動いてるのがギャラップですね。で、邪魔がいるのでこいつでも倒さなきゃいけない。ガンダムの火力だと一発で倒せますね。間違えろ、こいつ相手なら、あ、今使っちゃった。ニュータイプ評価 A は取りたいな。バルカンもちゃんと使って。ライフォー。一応こいつも撃ってくるんですよ。撃ってくるけど、まあ多分、そんな、命中率は高くないと思うんですよね。そう、エリア外に行くとは必要ない。弱いな。シュート。ここも S 取れましたね、取ろうと思えば。グッバイキャロ、ザンジバルと共に眠れ。よい、ガンダムもね、武装何種類かあるんですけど、今のところこのビームライフルしかないですね。これから増えていくと思います。さあ、ということで新ミッション来ましたね。あ、これ赤くなってるのは何なんだろう。あ、さっきここでクリアしたってことかな。また森林でなんか現れたみたいですね。地上部隊の護衛ということで、オデッサ作戦のために移動中の陸戦部隊の護衛任務です。敵が攻撃してきた場合、戦闘車両を守ってください。61式戦車の護衛か、やってみよう。今回ガンキャノンでいきます。で、相棒、そうですね、相棒タンクでじゃあいきましょうか。キャノンとタンクでいくぜ。で、ガンキャノンのこのメインアイテム、あ、メインウェポンはね、ビームライフルなんですけども、サブウェポンのこのキャノン砲は普通のキャノン砲とは違うみたいですね。名称がガンキャノン砲だったのでいや、ガンキャノンが装備してるキャノン砲ってことなのかな、おら知らね。さあ、ということでね、やってみましょう。やべ、早速撃たれた。まあ、もっと気にする。よし、お前たち急ぐんだ。結構近場に来るからこれやばいな。やばい、させるか。うわ、クフか。抜けがれ。どこだ、後ろか。お、うまい、タンク、さすが。あ、もう一機やがる。じゃあ、私はあっちを。ザクだ、あいつも。あ、うまいやばい、2体相手でちゃんと奮戦してる。さあ、それか。まだ一気も脱出できてないな。やばい、やめろ。狙うならポークを狙う。よし、みんな逃げるんで早く。
いやドイツだ。ザクだな。おお、やられた。遠距離からマーゼラ突破砲が。よし早く、あと3機みんな逃げるんだ、早く。よし順調だ。回避率ゼロ全弾命中か。くそ。本日はオデッサデーです。レヴィル将軍からの一斉通信を受信します。おう、これよりオデッサ作戦を開始する。全軍進撃開始。諸君らの健闘を祈る。オデッサ鉱山基地への攻撃が開始されました。あれこのベリーハードミッションなくなっちゃった。じゃあこれいこうか。イージーですね。オデッサ作戦。敵陸戦艇攻撃。ダブダブでってなんだろう、撃破。オデッサ攻撃のための、これなんて読むの、京都なんとかっていうのかな、お気づくネームです。意味もわかんないし読めないしっていう。友軍モビルスーツ部隊とともに森林地帯の敵陸戦艇を吸収。作戦時間内に迅速に撃破してください。任しとく。今回陸戦ガンダムでいきます。まあキャノンで、で相棒を、あ相棒いないのか、私だけかでは行きます。ダブデとやらはどこのドイツだい。1分半しかねえの。マズラアタックこっちじゃない。あいつか、あのでかいのか。撃て。おお、なんかどんどん撃っていい感じ。輪っこがダメージ与えてるけど、なんだあいつ、あっこから動かないのか。これはキャノンで来て正解でしたね。これでいけちゃう感じ。あ、狙いがそれちゃった。こっちの方が安定してるか。早いし。撃て撃て撃て。やったかな、あと一発か。あ、した。グッバイダブだ。ギャロップ、それからザンジバルと共に眠れ。勝利。一発無駄に撃っちゃったな。あれがでかかった。落ち着くべきだったか。まあまあでも重々ですよね。オデッサ作戦が進行中です。我が軍は総力を挙げてオデッサ鉱山基地を攻撃しています。もうやっちゃおうぜオデッサ。オデッサ作戦、陸上戦艦護衛。オデッサ鉱山基地を総攻撃します。友軍陸上戦艦ビッグトレイを守り敵を撃破してください。敵軍戦力ゼロ、そうすると勝利ということになります。で特殊条件として両機出撃可能、仲間と一緒に戦うわけですね。マジか、ここで陸戦使うべきじゃなかったかもしれないな。これが連邦カラーのズゴックですね。まあ白メインのねカラーリングというふうになっております。陸戦ジムで行くか、ガンダムだね、ガンダムで行こう。ロケランで、で相棒を陸戦ジム、こちらで行きます。行くぜ。さあ順々進んでおりますね。オデッサです。ビクトレを守りながら行くってことで、あれがビクトレですね。誤射ないようにしなきゃ。ちょっとグフが好き放題やってるな、締めなきゃ。いやそれが、うわっ、ジムに助けられた。あ、ドームだ、初めてじゃないですかね。やっぱりこいつは硬いな。一発では無理だ。よかった。さあ次、普通のガンダムより陸戦の方がかっこいいですね、あの個人的には。グフだね。あ、どこ行ってんだ、地面に打っちゃった。グフグフ撃った。そう、あら、いや、あらせるか。あ、ごめん、撃っちゃった。それ意外とビクトリー食らってるね、やばい。そう、やめろ。まあ、ここ誤射ってるけどもう仕方ない、敵を倒すためだ。やばいなこれ、
ダメージを食らいすぎてる。やらせるか。下のはジムに任せる。あぶねえ。ジム何やってんの、片付けて。よしよし、もう一回。横にもやがる。あれもザクだ。よし、よし、あと半分。次はどいつだ。グフだね、グフね、ちょっと厄介だね。あー力も来てる。あっちは、じゃあ私が。さあするか。うわっ、くそ、マゼルトップ砲だ。あれ、あなんだ、当たんねー。うわっ、だめだ、確実に当てなきゃ。よし、相手もザクだな。あー、風だ。距離遠すぎてロケラン当たんねえよ。よし、お前だ。よし、ジムとの連携。あと少しだ。ドームだね。ドーム勝てんだよな。入った。よし、奇襲成功。うわ、ダメだ、完全に翻弄されてる。さするか。あと一発。うわ、盾があって助かった。やまねえ猛攻だな、ほんと。よし、だいぶ落ちた。うわ、やべ、落ちる。私やられてもゲームオーバーだもんね、これ。これはやばい。いやー怖えー。あ、たまねえ。いや、早くグフ倒して、あと一気なんで。逃げた方がいいな、これ。ジムに任せよう。早く早く早く。よし、あぶねえ。やられる寸前。なんであいつ転んでるんだ、巻き込まれちゃったかな、爆風に。いやー怖かった。今のはニュータイプじゃない私、もう命の危機を感じましたね。いやよかったよかった。はい、ということでね、激戦を制したところでお時間が来てしまいました。今回のプレイはここまでといたしましょう。で、次回なんですけども、このオデッサね、作戦まだ続いているので、これらをやっていくっていうような流れになります。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、次のパートもご覧ください。今回のパートはここら辺で失礼します。では皆さん、バイバイ。